芯だけお願いします。え、手だけ叩いてください。何ですか。え、何があるの。おはようございます。今マッチング、あの外壁塗装のマッチングアプリ。ああ、今いつも宣伝してるやつ。そうです、そうです。あれが多分6月ぐらいから始まるんですよ、本格的に。あ、6月から。はい、お客さんもう 近いな。そうです。なんでベテラン塗装職人の業者選びのポイントじゃないですけど、ポイントか、あの自分がもし自分の家を塗装するってなったらどういう人にお願い したいかというか。そら、どういう人にお願いしたいって。そら技術のあるやつでしょ。いや、その技術とかあると思うんですけど、まあ、なかなか見れないとは思うんですけど。難しいよ、選ぶのは。はい、まあ、作業してる身からしてどういうところが綺麗というか、この人はできる人だっていうのが教えてもらいたいなと思って。これ来るまでわからんのだろうね。あ、職人が来るまでどんな人が来るかって予想つかんでしょう。はい、これからそのサイトだと多分直接お客さんと塗装職人とやり取りできるところもあると思うんで、多分作業風景とか見たらわかるんですか。大体わかる。あ、だから近かったらあれじゃない、見に行くだわね。あ、近場でやっとるっていう。そういう、もし何かあった時にどこを見たら、あ、この人は間違いないなってなりますか。ん、あ、見たらまず車の中と、お、車の中と、はい、資材置き場、まずそこ見た方がいい。あ、そこが綺麗に整理整頓されてるか。うん、そう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 、散乱しとる、はい、いろんなやつが。あ、あれはもうダメだね。そうなんですね。ダメダメダメ。俺が一番最も嫌いなやつだ。へえ、やっぱ大事なんですね。うん、どこに何があるかわからんで、わざわざ探すよ。じゃあ、そうですよね。へえ、ネタ場ならあれですね。ん、ちょっとちらっと近くにあの現場とかあったら見れたりしますもんね。ネタ場見れるんじゃない？最悪。あの、大体外だね。へえ、一ネタ場ですね。そうそうそう、ネタ場。へー、他ありますか？他？ビニール、ビニール。ビニール、まず養生見た方がいいわ。あ、養生したったらね。どこを注目してみたら分かりますか。養生、養生見るポイントというか。もうポイントか。ポイントは綺麗に巻いたりか、あ、あのぐちゃぐちゃバサバサバサって。あ、そういうことですね。だからこれもっと綺麗に巻けやっていう。塗り替え道場の職人みんな綺麗なんで、汚いのがちょっとあんまイメージできないんですけど。いねえか。バサバサっていうのはもうベランベランしてるってことですか。そう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 、ビニールが。あと貼り方ね。貼り方、貼り方、貼り方のグネグネのやつもおるもんで。あ、こういうこれか、ね、サッシのとこか。そうそうそう、こういうとこですか。あるあるある。まっすぐなってないってことですか。これは性格が出るでね。あ、曲がってるやつは用事も曲がるんだよ。へ、曲がるんだよ。面白いですね。昔俺がそれ言われてもね。あ、そうなんですか。構造の頃ね、用事はこれ性格が出るでよ。お前巻いてみろって言われたり。最初ガタガタだったんですか。いや、ガタガタでね。塗っちゃったら正直わかんないですもんね。塗っちまったらわからんもんで。もうベテランじゃないと。ベテランじゃないとわからん。素人はわからん。そうですよね。なんかもうめっちゃ透けてるとかだったら分かりますけど、うん、基本的にはあんまり分かんないですもんね。基本的にはあんま分からないの。全部塗っちゃった後だとね。ああ、特にそうですね。塗っちゃった後だとね。塗る前にはまず。塗る前。塗る前。洗浄とか？洗浄後。あ、洗浄後は、まあ、洗浄はあまり変わらんもんで、壁塗る前、下塗り塗る前と。何が？下塗り後とか。はい。あ、汚いなこの下塗りっていうのあるで。例えばどういう感じですか。あ、だね、すっきすけの。あー、サーフだとね、シーラだとはあの分からへんけど、素地が見えてるとか。そうそうそう、薄いなこれっていう。あ、もう一回塗ろうかっていう。白とかだと分かりやすいってことですかね。下塗り白だもんね普通。あー、 こういう壁にはだからすぐ分かると思うよ。うん、あ、こういう素地の色がもう普通に見えちゃってるみたいな。あ、まず この辺のやつはもう真っ白にした方がいい。へー、それ真っ白にするあれはあれですか。この色が出ないようにとかですか。厚さもあるか。あんまあの分厚すぎもあれなんだけど、あの、はい、ちょうどいい具合に真っ白にする。はい、だから、あの、原液はダメだよ。
現役現役あの薄めずに、あそうなんですか、はダメ、あの硬すぎる、硬すぎる、硬すぎもダメなんですか、硬すぎもダメ、ちょっと硬めぐらいが、へえ、うん、難しいですね、おあのラーメンと一緒、硬めとかあるから、あーラーメンと一緒だ、そうなんですね、うん、奥が深いですね、塗装も、え奥が深いです、おお、いや塗装あの簡単そうに見えて意外と難しいんだわ、そうですよね、うん、お客さんよく言うんだよね、あロールあったら俺でもできそうだなって、あできる、じゃあやってみてくださいって、やってみて、あできるよって、見た目は何ですかね、やっぱコロコロローラーを転がして、あただコロコロ転がすだけだもんね、はい、見た目は簡単そうですけど、うん、実際簡単だよ、こだわるとってことですか、あそうそう、こだわる、しっかりやろうとすると、うん、そうそう、こだわると濡れるっちゃ誰でも濡れるみたいな感じですね、普通できるよ、誰でも、できるけど、まあそんなに気にならない人ならいいんじゃないかな、気にならない自分で見ても俺は気にするもんで、そうですよね、なるほど、性格もあるだろう、はい、性格も奥深いですね、うん、あ簡単そうに見えて意外と難しいよ、確かに、マッチングサイトか、そんな感じですかね、マッチングサイトか、でもあれですね、ネタが車の綺麗さと養生の綺麗さ、あ、そう綺麗さ2点ほど見れば大体間違いはないって感じですかね、大体間違いはないと思う、あと不愛想のやつはダメだぞ、不愛想のやつ、なんでダメなんですか、ダメだよ、ダメだよ、ブライスのやつはたまにおるんだで、まあ、確かに職人に関わらずあれですね、ブライスの人は、あ、ダメダメダメ、ブライスはダメだで、ブライスはダメだで、めっちゃ蚊がいる、蚊もうおるか、うん、まあ、そんな感じですね、蚊がおる、蚊が、蚊が、蚊に刺されたら俺、うん、ダメだぞ、帰るぞ俺なんでですか、現場中止か、うん、蚊に刺されるために仕事しとるんじゃねえで蚊が来たらもう撤収だぞ、撤収、やばもう夏やばいじゃないですか、夏だって刺されたらもう帰るぞってそうやって言ったので現場進まないじゃないですか、現場、いやこの時期に蚊なんていっぱいおるじゃないですかっていう、もうあれ防寒着みたいな、あれ絶対に刺され、あの蜂のこれか、あ暑くてたまんねえやあれぐらいしないともう進まないじゃないですか、うん、あか顔も全然見えんがよあれ作業性悪いよ、網があるんで大丈夫ですよ、網になってるんで顔は見えますよ、うん、はいはい、じゃあ今日はあれですね、業者選びのポイントじゃないですけど、業者選びのポイントでも来るまで分かんないしね、まあそうですね、あとはちょっと近所でやってるのを見て、それが一番いい、でどこの会社とかで気をつけた方がいいな、その会社でもいろいろおるもんで、ああそこの会社ならいいやってて来たやつまた違うやつで全然違ったっていう、指名性とかがいいですね、あそうそう、その方がいいかもしれない、名前聞いといて、そう、その会社でもいろいろおるもんで、そうですよ、ね、うん、その会社の誰かがやっとったとこ、はい、で行った方が一番いいかもしれない、ああ、うん、あるんだってそういう事例がまあそうですよ、ね、あるんだ本当に、かあれですよね、もうその専門なかなか難しいですけど、うん、マッチングしてちょっと、あそうそう、まあこれ本当に結果論だで、やってる現場、うん、ちょっと見させてもらったりっていうのを、あそうそうそう、やってもらえれば、結果論ちゃって結果蚊がすごい結果論だもんで、やってみた、そうですよね、まあ、行けるのであれば施工中とかを、施工中あるなら見に行った方がいい、そうですね、一番いいのはね、見させてもらったりしてやっていけば良さそうですね、あこれダメだなと思ったらやめやいいだし、あそうですね、ここはやめとこうってなれ、まあ、自分でお客さん自身で業者選んでいくんで、あだったらいいんじゃない、そういうのはできると思います、その方がいいんじゃない、はい、いや高いでねえか、利益は、そうですね、安くねえもんで、で10年15年はもうそれですもんね、10年、そのままそれぐらい、まあ、そのままだね、なんでもうこれ失敗したらアウトなんでね、そうですね、失敗したらじゃあまあ今日はこれぐらい、そんな感じですね、宣伝、何の宣伝だ、宣伝道場、宣伝道場いや俺ないやろ、もうあのマッチングだけだろう、マッチングと求人道場です、ね、あ求人道場か、はい、まあ、あれはいい、俺が、ね、宣伝してもしょうがねえだろ求
ジェン道場とあと外壁のマッチングサイト、マッチングサイトが多分6月ぐらいから本格的にスタート。まあどこまで、まあ待機してるのが今多いんだよな。今は業者集めをやってて、うん、6月1日ぐらいから始まる。はい、ああちょっと楽しみだね。多分募集を一旦ストップして、あの本格的にお客さんとつないでいくというか、あ遊びかもしれない感じですね。ぜひ登録お願いします。あそうだな、ね、まあ登録寺木さんからも、え登録、あ登録ね、はい、ま、お願いしてください、まあ、ま、暇だったら登録しちゃって最後のあれだけお願いします。何チャンネル登録とか。チャンネル登録もういいだろう、チャンネル登録は。いや全然まだ欲しいです。欲しい、はい、これ以上いる、はい、まだまだ全然ですよ。マジか、はい、まあ、まあ面白かったらチャンネル登録グッと、まあ、つまらなかったらバッと押しちゃって、はい、いや、押さなくて、つまらなかったらバッと押しちゃって、あ、いいんですか、つまらなかったらバッと押しちゃって、面白かったら押しちゃって、はい、で、まあ、これ見てえなと思ったらまあちょっと登録しちゃって、そうですね、見たくなかったらもう心押しちゃってそれ、はい、それでいいんだって、それで、はい、じゃあ、また次の動画で会おうか、はい、えい